ちょっと吐き出させてください。お隣のママ、S さん、子供の年齢が近いこともあって、家に行ったり来たりで仲良くしてもらってる。彼女は、にちゃん的に言うと、あの国の方。ある日、ママ友 A さんが、メールで、S さんに、家のものを盗まれたと送ってきた。仲良くしているママ友5人に、一斉メールで、他のママ友も、今まで言わなかったけど、うちのものもなくなったりしていた、などと送ってきた。S さんのことは好きだったし、信用していたので、すごくショックだった。そして、S さんに事情を聞こうという話になったのだけど、A さんが、S さんは切れると怖い、暴言を吐かれたことがある、超、人には関わらない方がいいなどと言ったので、みんなでフェードアウトすることに。でも、私は我慢できなくて、次の日に、S さんに、なんで、ママ友の家のものを盗むの？すぐバレるのに、と言ってしまった。S さんはびっくりしていたようだけど、すぐに悲しそうな顔になって、迷惑かけてごめんね、と言った。私は、もうお付き合いはできないというようなことをまくし立てて、挨拶もせずに家に入ってしまった。その3日後、うちのものも盗まれたと言っていたママ友の家のもの、指輪を A さん娘が持っていたのが判明。A さん娘に話を聞いてみると、家にあったものをこっそり持ってきたから、ママには言わないでとのこと。A さんにかまかけたらすぐにボロ出して、返せばいいんでしょ。ときた。とりあえず盗まれたものは、持ち主の元に帰って、これからどうするか話し合いが行われているらしい。うちは何も盗まれていなかったので、詳しい話はよくわからない。私は、S さんに謝って仲直りしてもらった。なんで弁解しなかったのか？と聞いたら、いきなりのことで何を言ったらいいのかわからなかった。その後弁解しようと思ったけど、何を今更と言われるかと思って言えなかったとのことでした。物は、持ち主に返ったけど、後味が悪い。私も、どうして、A さんの言うことを速攻鵜呑みにしてしまったのかと自己嫌悪です。玉の内容ですが、指輪を盗まれたママさん、B さんは、みんなに盗まれたものが指輪とは言っていなかった。A さん娘が指輪を持っていたのを見つけたのも B さん。B さんが A さんに盗まれたものが実はものすごく高額なものだから警察に届ける、一緒に来て証言してほしいと頼む。A さん、あれってそんなに高いものだったの？ B さん、あれって A さん、指輪でしょ？ここでハッとなったらしく、この後は一人でファビョってました。B さんの指輪、本当は1500円だったそうですが、わら。猫のデザインが気に入って買ったそうです。S さんには、国籍なんて関係ないと言いながら、やっぱり偏見があったのかもしれないと、本音を言って謝りました。S さんは、偏見があるのは当たり前だよと言ってました。S さん自身、旦那さん、日本人と結婚した時に、S さんの実親や親戚がもう家族だから。と、家に勝手に来たり、家のものを持って行ったり、旦那さんの実家に勝手に行ったりされて、嫌になって実家フェードアウトしたそうです。今の住所も知らせてないと言ってました。S さんとは、これからも仲良くやっていけそうです。後味悪いなぁと思っていたけど、話を聞いてもらえてすっきりしました。ありがとうございました。